メガトン級武蔵、前回の追加プレイしていきましょう。あんた、袴田先生じゃねえよな。あなたの正体は異星人ですよね。もう逃げられねえぜ。だとしたらどうする？許せねえ。お前たちは絶対に。だからどうだというのだ。ここで死んでもらう。一大事君、死ぬのはどちらかな。殺せ。こいつ、覚悟しやがれ。すぐ乗り移れんの卑怯だな。状況が飲み込めん。なんで？聞いて、一大事ヤマト。はあ？私はあなた方がドラクターと呼び憎んでいる異星人、名はアーシェムライア。はあ、神崎の言う通り乗り移ってるってことか。神崎の体から出て正々堂々と戦え。正々堂々と戦って勝てると思うのか。あ、勝てるさ。ああ、呼んだか。揉めてる？マジで乗り移ってんのか。さあね。三人がかりというわけか。過当なテラー氏の考えそうなことだ。バケモンになって襲ってこられちゃたまったもんじゃないんでな。何が起こってるの？ここからだと何て言ってるか聞こえないよ。どうか聞いてください。私はあなたたち地球の人々と分かり合いたいのです。だと、俺たちの地球を破壊し人間を大量虐殺したのはお前らだ。ふざけたこと抜かすんじゃねえぞ。女王は地球人を滅ぼしこの星を完全に奪おうとしています。ですが私はそれが間違っていると考えています。どの口が言いやがる。イラつくぜ。なんか揉めてるっぽいけど。過ぎ去った時間は巻き戻すことはできません。ですがこれから犯す過ちは止めることができるのです。どの口がってなるような。だってあなたはこの戦いを止められるというのですか。そのように力を尽くすつもりです。だからあなた方にも協力してほしいのです。都合のいい言い分だな。悪いがお前らと和解するつもりなどねえし、許すつもりもねえ。逃げやがった。なんかすごいことになっちまったな。このことは早急に南さんに知らせないと。しかしよ、ヤマト、あれ本当だと思うか？何がだ？戦いをやめさせようとしてるってやつ。どうせ苦し紛れのデタラメに決まってる。それに俺は奴らを一人残らず抹殺すると決めてんだよ。だけどよ、おい。せえ！理解が追いつかないんだけど。もうわからん。一旦家に帰って頭を整理するしかない。
すごいな、レベル5のゲームだから抹殺とかにさルビ振ってあんの面白いな。な、いっとった。影のある感じがどうなったんだろうな。ダイエットに効く運動を探してるんだけど、なかなか自分に合ったものが見つからないの。そこで君に相談があるんだけど、私のお願い聞いてくれない？何？やったー、話がわかる子で助かるわ。聖国学園にはアイドルに匹敵する美貌とスタイルを持つ女の子がいるって話を聞いたの。その子ならきっと理想のダイエット方法を知ってるに違いないわ。全然俺の後ろにいるやつの方がスッとしてる感じがするけど。というわけで、その子がどんな部活でどんな運動をしているか調べてほしいってわけ。じゃあお願いね。まあいいけど、うん、私またこれ止めれないのが結構きついな。帰るか。あいつらが異星人、何が俺たちと分かり合いたいだ。ふざけてやがる。くそ、気分が悪いぜ。何か皆さんとは久々に会ったかのように感じてしまいますが、大丈夫？今日も一日健やかに過ごしてまいりましょう。ボロボロだけど。どうしたの？難しい顔して。うん、ちょっと気になることがあって。清香が悩み事なんて珍しいね。そういえば一大寺君もどうしたんだろう。休んでるみたいだけど何か知ってる？過ぎ去った時間は巻き戻すことはできません。ですが、これから犯す過ちは止めることができるのです。止める？叫んな。やられたらやり返す。地球ではそれが常識なんだよ。お前地球を代表するんじゃないよ。ヤマト、清香か。どうした、清香？正直だいぶ迷った。あ、何が？ヤマトは隠しているんだろうけど、複雑な状況だってのもわかるけど、気になるし。はっきりと聞くね、ヤマトとアスナさんってどういう関係？は？無駄です。彼らは和平などに応じません。我々はもう後戻りができないところまで来ているのです。どんな状況であろうと、考えを改めやり直すことはできます。私たちは決して無知で愚かな種族ではないはずです。しかし女王は、異種族が分かり合えることはない、徹底的に叩くしかない、そうお考えです。私は我らシドルとテラーシュが共存し、手を取り合える道があると信じています。アーシェム様、私には考えを曲げることはできません。そうですか、やはりあなたは母君の血を引いておられる。え？考えは違えど、目的に向かい突き進む意志と行動力にあふれている。あなたは人を率いる者の素養と強さを持っておられる。サーザント、このサーザントエボル、どこまでもアーシェム様に付き従うといたしましょう。ありがとう、サーザント。いえ、私は嬉しいのです。あなたのような人のおそばにつけてよかった。ですがアーシェム様、女王はそのような考えのあなたをお許しにはならないでしょう。そうですね、ならば
この私が母から女王の座を受け継ぐしかありません。99.9% 殺しといて今さら何言ってんだ。アーシャム様との連絡が途絶えました。ですがご心配には及びません。私が連れ戻してまいります。もうよい、破壊せよ。今なんと、アーシェムのいるシェルターを破壊せよと言ったのだ。ならばなおさら下級にアーシェム様を連れ戻さねば。わからぬのか、あやつがいるからこそ破壊するのだ。娘でありながら私に歯向かおうとしておる。どうかお考え直しください。私の命令に背くというのだな。いや、もうやめる。そもそも私は剣など好きではないのだ。なりませぬ。しっかりと習得せねば。それは女王様の言いつけゆえ。グリファースは母上のことは何でも聞くのだな。アーシム様の言うことも聞いているではありませんか。どうか母上の方が優先されるのであろう。それはお許しください、アーシム様。アーシム様、あまりグリファースをいじめないでくださいませ。サーザント、グリファース目とこのサーザントは姫の忠実なるナイトにございますぞ。どのようなことが起ころうと、この命に代えて姫をお守りいたします。そうか、仕方あるまい。グリファース目は姫に幼少の頃よりお仕えしております。躊躇するのも無理はありません。ここは私めが適切な対処をいたしましょう。それは何だ。スキュラメタルを使用した新型攻撃銃を投入いたします。新型攻撃銃。そうか、テラッシュにはあれに傷一つつけられぬであろうな。黒き破壊者はテラッシュを根こそぎ食い殺すでしょう。ならばそなたに任せよう。はっ。アスナさんが変なストーカーにつきまとわれて相談に乗ってたら、袴田先生も出てきて投げ技で撃退する練習してたって。まあそんなとこ。苦しいぞそれ。さすがに無理があるか。そっか、なんだ、ヤマトとアスナさんを取り巻く修羅場かと思ったよ。ばかり助かった。え、ああ、あなたもパイロットに選ばれたみたいね。先輩にご挨拶は。先輩？笑わせないで。すぐに証明してみせる。あんたよりも私の方が上だってこと。へー、面白い。どんくさい筋肉バカにパイロットのテクニカルなこととかわかんのかなって思って。筋肉バカ。じゃあ言うけど、どこかの腐れアイドルもどきさんにできるんだから余裕じゃないのかな。腐れアイドルもどきだと。こら、腐れてないんじゃい。こちとら17歳の新鮮ピチピチピーチなんじゃい。その発言が古いんじゃないのか。筋肉って言うほどねえから、勝手に筋肉イメージつけんじゃねえっての。霧島さんどうしちゃったんだ。桃花さんがあんなに激しく切れるなんて。ああ、俺の中の二人の可愛いイメージが崩壊していく。騒がしいと思ったらあいつらか。あ、龍吾くん、あの二人を止めてよ。あり、あいつらの喧嘩に興味ねえし、俺用事あるんだわ。そんな。
この二人で一気乗りそうだよね。早く帰んねえと。母ちゃん最近気にしてるっぽいからな。まあ、夜中に出撃とかもあったからな。龍吾の親は本物の親なのか。ひまわり園に帰ろう。そういうことか。ひまわり園ってことは、え、っていうか、いや、違うのか。さすがにこの年で。おかえり、龍吾。今日は早かったみたいだね。あ、ガチ親なの。いや、でもこれわかんないよね。すっげえ腹が減ってよ。最近帰りが遅いみたいだけど、なんか隠し事してないかい？そんなわけねえだろ。俺が母ちゃんに隠し事なんて。これはお守りだよ。死んだ父ちゃんからのプレゼントなんだ。もしお前が母ちゃんに言えない危険なことしているんなら、それを持っておきな。母ちゃん。いらっしゃい。いらっしゃいませ。おお、この姿で普通に来るんだ。なぜこのようなところに。なんとなく。ご注文が決まりましたらお声をかけてください。おすすめは天丼です。肉を使っていない食べ物をくれ。ほう。ん？はあ、清香のやつやっと帰ったか。いけねえ。そういやオブリビオンベイに来いって言われてたんだったか。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。和平なあ、どうなるんだろうね。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。